例えばこれ、ミュージアマイナー？マイナー。これは？メジャー。はい。マイナー。メジャー。うん、ちゃんと分かってるじゃない。D のコード弾いてごらん、和音弾いてごらん。そうそうそう。レファラーだよね。うん。うん。で、じゃあ D マイナー弾いて。はい。どこがどう違う？真ん中が半音違う。うん。真ん中が半音違う。っていうことは、レファラーってメジャーの時は、レファーは何度？音程何度でしょう？超3度。超3度でしょ？はい。そして、ファラーは何度？単3度。うん、こっち単3度。ね、半音の数が違うでしょ？レ、ファーの方は半音いくつあるかって言ったら、1、2、3、4つあるでしょ？数えてごらん。これ、超3度だったよね？うん。で、これは半音4つだったでしょ？うん。はい。半音4つ。で、ここは、ファーシャープ。で、だからここファーにシャープがついてるわけだよね。うん。ね。そしたらここが、単3度。半音が3つだったでしょ？うん。ね。そうすると、単3度なわけ。ね。なので、あ、そうか。これいらないや。うん。うん、なので、これがメジャーね。メジャー。うん。メジャーね。超3は音って言います。超3は音っていうのね、メジャーコードのこと。うん。で、だからこれは D メジャーなの。わかる？うん。ね。D メジャーです。はい。いいかな？はい。うん。で、今度 D マイナーになったら、レ、ファ、ラだよね。今度ここファにシャープついてないから、で、これ D マイナーなわけね。そうするとここは何度になると思う？レ、ファ。自分で数えてみて。レとファ、半音いくつある？いくつあった？3つだよね。3つってことは、超単？単3度だよね。そう。で、今度は、ここが単3度なの。単3度だから、半音が3つ。そしたらこっちは、ファとラは、レ、ファラのファラは？4つでしょ？っていうことは、超単どっち？超3、うん、だよね。はい。これ、超3度になってます。で、だから半音4つあるわけ。ね。4つ。うん。で、ほら、真ん中の音が半音違うから、マイナーは単3度、超3度って、で、重なります。ね、だけどメジャーは、レ、ファー、だから超3度、単3度って重なってたでしょ？ね？うん。で、この差でマイナーになったり、メジャーになったりするの。ね。うん。なので、はい、うん、このことちゃんと覚えておいて。うん。で、ここは、メジャーの時もマイナーの時も、ここは完全5度になります。レラーって。これ今度宿題にしとこう。ね。わかった？ね。うん。うん。ぜひ、これすごく大事だから、ちゃんとやっといて。ね。うん。うん。はい。